ポップアップストーリー魔法の本と聖樹の学園は、スクウェア・エニックスより配信されていた、スマートフォン用、ゲームアプリ。サービス期間は2015年10月29日から2017年10月31日。基本プレイ無料。略称は、ポップスト。ファンタジー世界観の学園を舞台に、生徒たちを冒険者へ育てるという内容。サービス開始から1周年の時点で、 アプリのダウンロード数は100万を超えていたが、2017年10月31日をもってサービスを終了した。サービス終了後も、アプリはオフラインで利用でき、以前に配信された全ストーリーやミニゲームなどが提供されているという。ゲームシステムの面では、同じくスクウェア・エニックスが提供する、スマートフォン用、ゲームアプリ、スクールガール・ストライカーズと似た内容となっている。 ゲームの目的は生徒を冒険者として育成することである。育成は中心となるミッション、他プレイヤーとの対戦、依頼を解決するクエストによって行われる。ミッションや対戦の際の戦闘は 3D キャラクターによって行われるが自動で進行するためプレイヤーが操作する必要はない。ガチャやミッションで集めることになるのはキャラクターではなく、 ジョブと呼ばれるものとなる。各キャラクターの強さは、どのジョブを使用するかに依存し、またキャラクターごとにもレベルが存在する。キャラクターは着せ替え用の衣装を入手することで、着せ替えさせることができ、また画面をタッチすることで、キャラクターの反応を見ることができる。セントフェーレス学園では、人間、エルフ族、ドアーフ族などの様々な種族の生徒が、冒険者を志して学んでいる。 主人公は冒険者としての経験を生かし、学園の教師として生徒たちを教えることとなる。キャラクターは 3D で表現され、イラストレーターのブレードがデザインしている。人間族、エルフ族、天使族、獣耳族、悪魔族、サキバス族といった多様な設定のキャラクターが登場する。また、スクールガールストライカーズと異なり、女性キャラクターだけでなく、 男性キャラクターも登場することが特徴である。配信開始時のニュースリリースでは、キャラクターの豪華声友人が演じるボイスをセールスポイントの一つとしていた。序列は公式サイトに準拠し50音順で示す。ありがとうございます。